あの兵士は一体どこに？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あっちの方向行けばいいんかな。私もついていけばいいってこと？あの人の体はあそこに置いたままでよろしいのでしょうか。今日も生かしてるぜ。誰お前、なんで喋ってんのこいつ。え、なんか喋るこいつ。なになに、うへへ。川の向こうにあるのがムーンペタさん。もうほとんど跡形もないがな。ってこれ川、これ川、どこが川なのかちょっとよ。あ、それか、なるほどね、川なのね。なんかあっち綺麗な水あることない？何あれ、待って、ほとんど跡形もない。これもしかしてなんか橋みたいなのかかっとるけど、これですかね。あ、この辺魔物多いな。あ、なんかあそこに、何あれ、あ、もうこの辺がムーンペタの跡地ってことかな。ん、なんか落ちる、落ちないのか。あ、なんかおばあちゃんおるよ。おばあちゃんどうも、大丈夫？ひょひょひょ、お若いの、どうじゃな、戦争は楽しめておるかい？いやいや、楽しんではないから。別にわしはこの辺りの戦場跡から使えそうな武器を集めて暮らしておる。へえ、売れるってこと？もしあんたが銅の剣を5つ持ってきたら天使の着付け役9個と取り替えるぞ。え、銅の剣5つ、銅の剣5つやって。とりあえず痛い、やめてよ。なんかここ燃えてない？もしかしておばあさんここで暮らしよんかな。ちょっと待ってね、指導は一体どこへ行ったの？こっち？なんかこの木煙でおるよ、大丈夫？え、どこ？こっち？どの辺ですかね。もうちょい、ん？あっち側？あ、そっか、あの橋渡っていけばいいんか。ちょっと待ってすごいなんか違う場所通っていきよった。なんかこれなんかのマークみたいじゃない？なんでもないんかな。もう消えるけん違うんかそれ、この橋めっちゃ無視していきよった。先にあっちの跡地がちょっと目に入ってしまってね。はい、橋を渡っていきます。で、あ、この上ってことかな。あ、ここになんか足跡があるね。あれ、何のマーク？あ、はい、やったー。え、なんかいっぱいおるんやけど。なんかいっぱいおるよ。ちょっととりあえず、はい、これで導きの玉を起動、ムーンペタにワープできるようになった。ってことで、私どうって持っとったかな、いっぱい。どうやったっけシャレじゃないよ、シャレじゃないんやけど、まあ、とりあえず先にこっちのイベントをどうにかしようか。今さら手遅れだぞ。なんかいっぱい、つらー、ちょっと待って、つらい。あ、作業台とかあるやん、ここに。イエーイ。あ、ここもじゃあ拠点にできるってことかな。あれ、指導戦闘中は話しかけられない。目はここでの戦う。あ、なんか建物あるやん、ここに。なんなんこれ、教会や。ほら、女神像とか棺桶もあるやん。そういう感じ。全然なんか全然、イエーイ。あ、ゼロゼロ、やめてよ。何、どこにいる？あと、あ、こいつ、ついよいしょ、オッケー、イエーイ、やっつけたー、イエーイ。アイナ、どうして来たんだ？待ってろって言っただろ。いやー、申し訳ない、ちょっと気になってね。これは皆死んで、そいつらは来た時には生きてたの？また変な声が聞こえるのか。その者たちは、その者たち、指導よね。自らが望む戦い死んだ兵士だ。戦いの中で連れて本望だろう。
そしてその死は自らの無力さが生んだもの。呪うなら自らの弱さを呪うことだ。指導、貴様本気で言っているのか。アネッサ、それどころじゃなそうだ。向こうから敵が。何、どれ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 、おらんや。やめてよそういうの。どこから、何、バトルスタート、どこから、どこから、どこ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 、え、おらんや。何、うわ、いつの間に。殺せ殺せ、いて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 、なんかいっぱいゲット。痛い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 、何、高みの見物みたいなことしようんだ、これやめてよ。へい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 、あー破壊だー。痛い痛い、いや燃える、出てってば。あ、またうわ、ちちちちちやめてって。あー、なんかいっぱいいっぱいいった、いっぱいいった。ハーゴン様万歳。くー、いやー助けてー。お、危ねえ、自分から飛び込んでいくところやった。危ねえ危ねえ、ちょ待って、やめてよ。おお、何、なんかめっちゃ遠くから攻撃してくるやつが。いた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 、お、ちょちょ、あー寝た。必殺技、何、イエティとか出てきたし。さあこの中心部で手や、どやどやどや、一気にご覧になってやる。あ、寝た。ちょ待って、ちょっと待って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 、なにびっくりした。クソ、なんていう敵の多さだ。いくら倒しても倒してもこれではキリがないぞ。なに、終わりですか。めっちゃなんか、おお、なんという兵力だ。このままでは人間、このままなぶり殺しする。全員連れて行け。どこに、ん、何、どこに連れてかれるの。ほほほほほ、人、スライム。大変でした、キラー兵長。あちら人間の大軍がわしらを攻撃しようとしておるようですぞ。ギギギ、何、この人間たちはもう虫の息。わしがとどめを刺しておきます。どうかあちらへ。味方、ピピピ、了解した。者ども行くぞ。味方っぽいよ、味方っぽいよ。このスライム誰だお前は。懐かしのスラリンじゃないよね、違うっぽい。ほほほ、命拾いしたの。これでひとまず、これでひとまず安全じゃ。ではいずれまた会おう。いずれ、なんかちょっと長老みたいな感じだったけど。あゆな、お前、何、うん、指導どうしてくれるんだ。確かに彼らが死んだのはそれぞれの無力さのせいかもしれない。だが貴様が、何、指導がどうかした。誰のせいかなんてどうだっていい。みんな、みんな死んで。そういうもんだよ、戦い続けるというのは。うおー、うん、この地に救いの神はいない。この兵士たちはもう生き返ることはない。死んだら終わりなんだ。死んだら全ては無なんだ。僕は死にたくない。それみんなそうだよ。この地じゃなかったら生き返るの？そういうなんかシステム的なもんじゃなくて。ん？なんだ今の声は。あ、今のリックの声じゃないんやね。どうやらこの教会からのようだな。え、なんもおらんかったよ。俺はここで待っている。貴様たちだけで調べてくるがいい。どうした上から。え、私さっき見たけどな。何？え？棺桶？え、何？いるの？中に。キャー！え、シスター！おお、君はミト。よかった、無事だったか。あ、あら、あなた様、アネス様でありませんか。お、驚きましたわ。あちらの方に隠れているように言われてここにいたのです。おかげでなんとか助かりました。ん？指導のこと、あちらの方って。指導に？一緒にいらしてた兵士の皆様はご無事でしょうか。激しい戦いの音が聞こえてきましたが。いやー、それがお亡くなりに。やっぱ生きとったんやね。もう来た時点で死んどったんかと思ったけど。おう。なんということでしょう。こんなにも多くの兵士の方々が。ふう、私はなんと情けないのでしょう。せめてこの方たちを。何？お話ししたいことはたくさんありますが、私はまず亡くなった兵士の方々を弔って差し上げたいのです。ふんふん。お、なんということでしょう。あなた様、あのビルダーなのですね。そうです。この地は神なき地。死者が蘇ることはありません。
あの方たちのお墓を作ってもらえませんか？お墓？あそこにいくつかお墓があります。同じ場所に新しく墓お墓を作り、皆さんを弔ってほしいのです。あ、本当や、あるあるある。まずはそちらにの作業台で棺桶を3つ作って、目印の場所に置いてください。棺桶、石で作った人を納めることのできる棺、眠れるか、眠れるのそうなんや。3つ、棺桶を3つほど。微妙に屋根とかもある。屋根というか屋根があった形跡みたいなってことはベッドのとこに入るんかな。あ、あったあったあった。これを3つ作る。石材で出来上がるんや。で、これをそこに置くと。あ、この穴のところ、なるほど、土葬ですね。はい、違う。はい、え、なんかそういう感じなんや。なるほどね。はい、棺桶をお墓を建てる場所に置いてくれたのですね。では次に、亡くなった方々の亡骸を担いで棺桶に弔ってあげてください。一応なんか休むっていう選択肢が出たけど、くしゃ、超かた、超力持ち。私、みんなもさ、ついてくるだけじゃなくて手伝ってよ。やってること見たらわかるでしょ。お、弔う。あ、なるほど、そういう感じ。そしてそれを踏みしゃいでいくという、すごく最悪なことをするしょうがないよね。だってはしごとか階段とかないんだもの。はい、そして弔う。そしてあと一人も。え、ってことはさっきのあのムンペタからやってきたね、あのムンブルクに、あの兵士もこうやって弔ってあげたらいいってことなんかな。待って、はい、弔う。皆様の亡骸を棺桶の中に入れてくださったのですね。ありがとうございます。こんなこと、僕は。落ち着け、リック。戦場ではまともに弔ってもらえるだけで幸福なことなのだ。う、くそ。ではアイナ様、次は近くの土や雪を使って棺桶を埋めてくださいませ。じゃあとりあえずこの辺の使ってこうか。よいしょー。あ、柱まで破壊したね。よいしょこんなにトランクってもいっぱいあったなはい、じゃあ雪を使いますか。その方がこの辺に合っとる気がするけん。はい、じゃあこれで雪を使って埋めていきます。この辺も埋めた方がいいかな。はい、これで真っ白に。え、ってことはその辺のお墓の下も掘り起こしたらああなっとるってこと？これはあれかな、お花もここに置いてあげとるってことなんか。あれ、はっはっは。ビルダーというのは墓を作るのも得意なんだね。では最後に作業台で石の墓を3つ作り、目印の場所に置いてください。石の墓、石を丹念に掘って作られたお墓。じゃあそれを3つまた作ってきまして、多分お花も必要になるはずよ。石のお墓、あ、これか、これが3つよっ作りまして、でもその辺に何これ、なんかこんなところに焚き火が1個だけあるんやけど、何事何事。石の墓を置いてください。はい、はい、はい。おお、これでお墓は完成しました。ありがとうございます、アイナ様。さあ、安らかな眠りのために私と共に祈りましょう。あ、別に花はいらないの。これで亡くなられた兵士の方々も安心して眠りにつくことができましょう。先ほどの敵はハーゴン三兵団の一部に違いない。
城を攻める前にムンペタを落としたのだ。ハーゴン三兵団、やはり一筋縄ではいかないだろうな。ガラクタ作りは終わったのか？では早く城に戻るぞ。指導言い方。ガラクタだと？墓など生きている者にとっては何の利用価値もないガラクタだ。この地に神がいないならなおさらだろ。そういうことを言ってはいけない。指導貴様。指導様どうされたのです？私に逃げるとおっしゃったお優しいあなたはどこへ？なるほど、今ちょっと人格が違うわけだね。戻る？俺はあなたは指導よ。すまない、何でもないんだ。アイナ、ここはひとまず城に戻るとしよう。王様にご報告しなくては。アイナ様、私も共に参ります。どうかムンブルク城にお連れください。拠点へ連れてって。連れて行こう。そんなちょっとね、甲子園へ連れてって的なノリで行きましょうかね。もうこの辺別に何もない？まあ何もなさげか。ということは、帰りますか。拠点ってどんな？いてててててて。痛いわ。痛いわ。じゃあ拠点に飛びますか。これ何？ああ、そっかそっか、あれね。あのおばあちゃんのやつね。はい、ワープ。拠点へ連れてきたよ。仲間に入れて。アイナ様、私を後ろまでお連れくださりありがとうございます。改めまして、私はムーンペタの修道女ミトと申します。アンネサ様はリック様とは旧知の仲ですわ。それにしてもここは温かい力にあふれていますね。これがものづくりの力なのでしょうか。突然ビルダーだとおっしゃった時は頭がクラクラして耳を疑いましたが、あなた様は本当にビルダーなのですね。そうです。実は私は祖父の教えでずっと昔からハーゴン教団を信じてはいなかったのです。そうなんや。これで大手を振ってビルダーになることができます。これから皆様の役に立たせてください。あ、じゃあもともとハーゴン教じゃないんやね、この人は。ミトが仲間に加わった。いいね。まあ何をしてくれるんかよくわからんけど、あれかな、回復とかかな。ほう、みんな寄ってきた。喜ばしいことだ。よかったな。あれなんやね、金のところじゃなくってここに寄ってくるんやね。おう、アイナ、よくぞ無事に戻った。してムーンペタはどうであった？いや、もう壊滅状態でしたよ。そうか、ムーンペタがやられ、兵が倒れたか。わしも兵士たちの死を悼むとしよう。アイナよ、もしも気が向いたら報告に来てくれた兵士も緩和ケや明かりと弔ってやってくれ。ああ、そうやね。それにしてもやはりハーゴン軍団の力は強大だな。しかしわしはもう教団を倒し平和を取り戻すと決めておる。必ずや共に成し遂げようぞ。達成ってことで、じゃあちょっとお墓を、こっちの方にお墓あったよね。あれどこだったかしら。こっちの方になんか階段あるやん。初めて知ったんやけど初めて知ったんやけど階段ある。へえ。あ、そうそう、この辺にお墓があるけんさ。ってことはこの横に、横あ、この辺に作ってあげたらいいかな。よし、作りましょうか。え、下に埋めんといかんのかな。じゃあとりあえずあの一人分でいいってことよね。よいしょー。これ後ろからやったらぴょんぴょん入ってこれるやんね。やばー。石の墓一つと棺桶、棺桶が一つ。よし、これであの場所に埋めますか。この辺、この辺。じゃあとりあえずここを掘り起こしまして、よいしょ。違う、そういう方向にじゃないんだ。ちょっと待ってね。よいしょ。
そう、そっちじゃなくってこういう方向に。何、なん、あ、びっくりした、料理ができたんか何ができたんかなと一瞬思った。よいしょ、こんだけでよかったのかな。でここに缶オケを入れて、さあここにあの兵士は一体どこに。こっちの方向やったっけ、なんか全然違う気が。あ、こっちか、多分、多分その辺におるん。あ、こっちだね、こっちこっち。ほらもうみんな放置して、ちゃんと運んであげて。発色いくよ。さあすぐに弔ってあげるからね。よいしょ、お墓、お墓、ちゃんとお墓作ってあげたから大丈夫よ。どこやっけ、あれどこやこれえ、待って、どこどこどこ、これあれ、お墓は一体どこでしたっけ。あれ中、あ、違う、こっちや、こっちや、こっちやお墓の場所わからんくなりよった、危ねー。はい、こっち弔いましょう、ちゃんと。ん、もしかしてこれあれか、ちょっと待ってこれもう一個深くないといかんかったよねちょ待って、もう一回ちょっと出てきて、棺桶から人出すのってちょっとあれやけど、ちょ一旦壊しまして、ちょっと待ってね、お腹すいた。これでもう一回ちょっと、もう一回こう深く掘って、あ、こんな感じか。で缶オケ、あれどこ行った缶オケ。はい、缶オケを置く、そして担いで弔う、そしてここに、はいはい、ちゃんと埋めまして、で石のお墓ポン。え、あ、これもしかしてなんか台みたいなのやしとる。ちょっと言ってよ先に。そしてお墓を壊すというね、暴挙に。なんか横のは土じゃない気がするけど、まあ気にするなまあ気にするな。これでいい、弔った弔った、はい、これで OK でしょう。寝よ、暗いよー、怖いよー。よいしょ、ほっ、私の寝る場所はちゃんとあるね、 OK。 さあということで、あの兵士もねちゃんと弔えたということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあってことで、え、ムーンペタ、私もうちょっと人おるんかと思ったけど、ね、崩壊しとったやん。やば。あんな感じにね、ムーンブルクがならんように気をつけんと。